はい、こんにちは、116ウィンズです。今日ですね、結構長いこと続いていたクリス・ブライアントのサービスタイムに関する問題が決着しました。で、クリス・ブライアントはですね、2015年にまあデビューをしている選手なんですけれども、まあ、彼はですね、MLB 昇格がちょっと遅れまして、で、その結果サービスタイムがわずか1日足りず、まあ、FA 権が1年遅れてしまったんですね。まあ、ですので、現在2021年に FA の予定なんですけれども、まあ、ただですね、ブライアント側は、まあ、カブスが意図的に彼の MLB 昇格を遅らせたとして、本来取れるはずだった2020年での FA の取得を、まあ、彼はずっと主張していたんですけれども、まあ、今回ですね、公的機関での、まあ、調停の結果、まあ、やはりそちらの、そのサービスタイムに関する主張は認められないということになってしまい、まあ、ブライアントはですね、予定通り2021年の FA ということになりました。まあ、ですので、今回の動画ではそちらのブライアントのサービスタイムに関する問題について少し話していこうかなと思います。はい。で、ここまで何度かサービスタイムという言葉を出しているんですけれども、そもそもサービスタイムとは何ぞやというところからちょっと説明していこうかなと思います。サービスタイムとは、MLB の26人枠、まあ去年までは25人枠ですけれども、または故障者リストで過ごした日数に応じて選手に付与される日数のことをサービスタイムと言います。で、毎シーズンは187日で構成されて、まあ、2018年以前は183日だったんですけれども、現在は187日で構成されています。で、毎シーズンは187日で構成はされているんですけれども、サービスタイムにおける1年は172日ということになっています。まあ、ですので、172日間、まあ、MLB の26人枠ですとか、まあ、あるいは故障者リストで過ごせれば、まあ、1年間 MLB でプレイしたという扱いにはなります。で、このサービスタイムを3年間蓄積すれば、選手は年俸調停権を得られますし、まあ、さらに6年間このサービスタイムを蓄積すれば、FA 権を取得することができます。まあ、ですので、サービスタイムは非常にですね、選手の年俸ですとか、まあ、処遇にかなり極めて大きな影響を与える重要な要素となっています。で、先ほどのサービスタイムのことを少し頭に入れつつ、ブライアントのケースについて見ていきたいなと思います。ブライアントはですね、2015年シーズン前の時点で、本当にですね、もう MLB の中でも屈指のトッププロスペクトと呼ばれるような存在でした。まあ、本当にですね、あの時点でもうすぐにでもメジャーでも活躍できるとも言われていましたし、まあ実際にですね、2015年のスプリングトレーニングでも、まあ彼は非常に活躍していました。まあ14試合の出場で、まあ9本のホームランを打ってましたし、メジャーで十分通用するという力があるんだということを、まあ首脳陣に非常にアピールしていたので、まあ開幕ロースター入りも、まあ全然あり得るなという状況ではあったんですね。で、しかもライバル、同じポジションのライバルだったマイク・オルトですとか、あとはトミー・ラステラも、まあ、シーズン序盤の時点では怪我をしてしまっていたので、まあ、ブライアントの、こう、開幕ロースター入りの可能性っては非常に高い状況ではあったんですけれども、ただですね、カブスはブライアントをマイナーに送ることを決定したんですね。それはなぜかっていうと、やっぱりサービスタイムの問題が出てくるわけですね。開幕時点からブライアントをロースターに入れてしまえば、まあ、当然6年間での FA が、まあ、取れてしまいますので、1週間ちょっと彼の昇格を、まあ、後ろにずらせば、まあ、実質ですね、7年間ブライアントを保有することができるわけですね。この保有権の1年の差っていうのはチームにとっては非常に大きいわけですね。まあ、ですので、実際ブライアント、まあ、残り1年フルで出場しても、172日に届かない、4月17日に、メジャー昇格を果たしているんですけれども、まあ、カブスの2015年の開幕戦が4月5日だったんですけれども、2015年時点の MLB1 年間のサービスタイムは183日だったので、4月5日から数えていくと、4月17日っていうのは残り171日に該当する日なんですね。これでカブスとしてはめでたくブライアントの FA 権取得が1年遅れたわけですけれども、ただですね、やはりブライアント側としては、この扱いは不当だと主張して、まあ今回のその調停に至ったわけなんですけれども、まあやはりですね、その主張は認められなくて、まあブライアントの FA 権というのは2021年ということになってしまいました。で、今回の問題なんですけれども、まあ、そもそものところとして、やはり昇格を遅らせるチーム側のメリットが大きすぎるんですね。4月のほんのわずか1週間強ぐらい、まあ、トッププロスペクトの昇格を遅らせるだけで、
まあ実質1年間余計にこう選手を保有できるわけですから、まあ普通に考えたら、まあどのチームもそういった手を取ると思うんですね。まあましてや4月というのは結構スケジュールもスカスカで、まあ実際1週間遅らせたとしても、その日数分試合があるかっていうと、まあそうでもないですし、本当にチームとしてもやっぱりメリットが非常に大きいわけですね。で、もちろんですね、そういったチームだけではなくて、まあ昨年のパドレスのように、パドレスがフェルナンド・タティス・ジュニアの時に、まあ4月の開幕ロースターに彼を、パドレスはタティスを入れたんですけれども、まあそういったチームもいるにはいるんですね。まあサービスタイムを気にせずにトッププロスペクトはどんどん上げていくっていうチームはあるんですけれども、まあやはり少数派ですね、はっきり言ってそういったチームは。まあ、なのでどのチームも極力まあトッププロスペクトの FA 権は遅らせたいというまあ動きには出てくるんですけれども、やっぱりそういったことをすると選手と球団間の不和につながってしまうんですね。まあどうしてもそのブライアントのケースのようにまあ調停に至ってしまうケースもありますし、まああとはチーム側への不信にもつながってしまいますよね。選手と球団間の、まあ、関係性にはあまり良い制度ではないのかなというところではあるんですけれども、まあ、ただ今回ブライアントのケースで、まあ、こういった判例が出てしまって、まあ、サービスタイムのこう追加っていうのは認められなかったわけですから、まあ、今後もチームとしてはトッププロスペクトの、まあ、FA 権取得を少しでも遅らせるために、まあ、わざとですね、こうマイナーにこう送って、選手を落とすということを、まあ、やるチームはどんどん出てくると思いますので、まあ、なかなかですね、もう制度を抜本的に変えない限りは、現状が変わるっていうのはちょっと期待できないのかなというところですかね。で、最後に、ブライアントとカブスの今後の関係性について少し話していきたいなと思います。今回の決定が出た後に、ブライアント本人がですね、チームとの関係性には特に影響しないとは言っていたんですけれども、少なからずチームとの亀裂が入ってしまったのかなというところは言えるのかなと思います。まあなので2年後の FA ではまあほぼ間違いなくカブスから出ていってしまうのかなというところを予想しています。で、そういった事情もあってかカブスは結構まあ今年のオフシーズンはですね、ブライアントのトレードをちょっと画策しているみたいでして、で今回の決定でブライアントの FA がまあ2年後に確定したいわけですから、まあブライアントのトレードバリューっていうのはかなり上がったわけですね。もともとカブスはブライアントのトレードに関しては、まあ、かなりのオファーを要求していたみたいなんですけれども、まあ、今回の決定で FA がまあ2年後になったわけですから、まあ、さらにですね、これまでの要求以上のまあオファーを他球団に対して求めてくるとは思うんですけれども、まあ、もしかしたらですね、トレードが、ブライアントトレードというところが実現するかもしれないのかなというところですかね。で、カブスは今年もコンテンダーとして戦うみたいなので、まあ、ブライアントトレードできなくとも、まあ、特に大きな支障はないわけですけれども、まあ、もしですね、ブライアントのトレード話が一気にヒートアップするようだったら、まあ、ちょっと面白いですよね。まあ、もうすぐスプリングトレーニングも始まるわけですけれど、ブライアントが、まあ、果たしてトレードされるのかっていうところを最後にですね、注目してみていきたいなと思います。はい、今回の動画は以上となります。今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供したいと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。